あ、声聞こえない？声が聞こえない。声が聞こえないんだ。なるほど。なるほどね。理解。うん？違う？違った。わかんない。うん、そんな感じで、皆様ね、ご覧の皆さんありがとうございます。はい、始まりました。単独でございます。この番組はですね、先日まで行われていた舞台、八犬伝、東方八犬異聞、舞台じゃない、ミュージカルですね、を終えて、さらに昨日行われた朗読劇、グリム童話をね、終えて、私、北村亮がどんなことを感じ、どんな感じの感じに、こう、なったんだ、っていうことをね、こう、ゆるりと、語っていこうかな、なんて番組でございます。まあ、僕なんで、北村亮なんで、大体ゆるくはなるんですけど、大概。はい、そんな感じで、まったりとよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、みんな風邪ひかないでね。よし。そうですね、こここのスタジオ2回目なんですけど、前回は村田洋次郎さんと洋次郎さんとやらせていただいたんですけど、今日は一人ってことでね、一人語りはですね、いかんせんね、得意か不得意かって言われたら、まあ不得意でございます。まあ皆さんよくご存知かもしれませんけれどもね。でも今日台本あるんで大丈夫です。イエーイ。そんな感じで台本にしっかりと沿って僕はね、やっていこうかななんて思っておりますよ。まあ、あとね、普段ね、一人の時は何をしているか。うん、そうですね。何もしていないをしているっていう、こう、ね、プーさんの名言であるんですけどね。何もしていないをしています、よく。うん、家でこう、ストレッチ。あ、ストレッチしてるわ。そう。そう、八犬伝の時にすごいみんな筋トレとかストレッチをやっぱり稽古場でしていて、その名残で最近は筋トレとストレッチをよくしてますね。はい。でその時アクションとかつけてくれてたケンさんって方がいたんですけど、に教えてもらったのが、その壁横になってお尻を壁にこうドンってくっつけて足をこう開くんですけど、そうすると重力で足がこうなっていくんですね。で開脚のストレッチになるよって言われて、俺すごい本当90度ぐらいしか開かなくて、俺すごい硬いんですよ。だからそれ毎日ね、こうやろうっていうことで、家帰って割とこうやってやり、横になってこう足パッて開きながら、こう携帯でこうツイッターとかこうバーってやったりとかしてるんですけど、そうなんですよ。だから最近はそうですね、筋トレとストレッチですかね。うんね、えそんな感じでございます。こんなね感じですよ、僕はね。いつもですよ。そんな感じで今日もサテライトスタジオということでね、やらせていただきたいと思います。皆様風邪ひかないようにお気をつけください。本当にね、ありがとうございます。はい、そんな感じでですね、あ、そう、この番組はね、これここにね、これこんな感じのね、 iPad があるんですけど、ここにコメントがですね、はい、そうなんです、ここに上がってくるんですね。あ、そう、昨日足上がってなかったって、その朗読劇のアフタートークでトリちゃんが Y 字バランスやってたんで、俺も真似してやったんですけど、全然上がらなかったっていうね。そうなんです、ここにコメントが表示されるので、皆様ぜひどんどんコメントも変えてください、お願いします。あ、外からコメントしてます。やった、ありがとう、イエーイ。そうですね、僕も風邪気をつけてください。ありがとうございます。やった。そんな感じでね、まあ質問とかもコメントで全然、はい、あ、すごい、台湾から見て、台湾で見てますって人もいる、ありがとうございます。台湾は何語だ？シェイシェイ、違うか、わかんないそんな感じで、じゃあ早速コーナーに、はい、あ、外に音出てます。出た？聞こえた？よかった、ありがとう、 OK、 イエーイ、やったね。ほんと後ろの人たちもみんな見に来ていいんだよ、本当にいいんだよ。そこ切符買ってる人たちとかね、みんなどんどん来て、はい、そんな感じで、じゃあ早速コーナーに行きたいと思います。おバカさんってコメントどういうことやね、やめなさい、やめなさいよ、そんなの本当に。はい、早速コール、タイトルを、タイトルをじゃねえやテンパった、うん、コーナー行きますよ。はい、お、舞台じゃない、だからミュージカル八犬伝東方八犬異聞を語り尽くすのコーナー、イエーイ。そんな感じでですね、8月14日から23日まで行われていたミュージカル八犬伝東方八犬異聞に出演されて、させていただいたわけですが、このコーナーではね、この八犬伝を終えてどんなことを感じたのか、どんな舞台だったのかっていうのを、語っていきたいと思います。まずはですね、どんな舞台だったかっていう、こう、簡単なあらすじじゃないですけどね、説明していこうかと思いますよ。はい。このね、八犬伝東方八犬異聞っていうのはですね、漫画原作でございましてですね、安部みゆき先生のですね、はい、原作でございます、犬塚氏の犬川宗介たちの8つの玉をね、持った人たちが、こう、
導かれて、たまに導かれてこうみんないろいろ関わっていくんですけれどもね、鬼やあやかしなどたくさん出てきます。そんな方たちと、いろんなことが巻き起こる電気ファンタジーでございます、まあ、ファンタジーでございます、はい、そんな感じで、それのミュージカル版をねこの間やっていたということで、はい、僕はですね、犬川壮介という役をやらせていただきました。すごく年齢的には本当全然19歳で下なんですけど、中身的にもすごくやっぱり大人で、結構敬語でずっと喋っていたりとか、その篠犬塚篠とずっとこう一緒にいて、すごくお互いなんか大事にしていたりとかっていうのを、はい、役をそんな役を演じさせていただいたんですけれども、そうですね、何より短髪っていうのが珍しくて、ずっとこんな感じ のロン毛ボーイなんで、はい、自分でもなかなかこうなんでしょうね、最初はやっぱり見慣れなかったりとかしたんですけれども、でもやっぱりその宗介っていう役をやらせてもらって、まあ、衣装とかももちろんあったんですけど、すごくやっぱりそのなんて言うんでしょう、ビジュアルの面でもすごく好評いただいていたみたいで、いつもウィッグ終わってウィッグ外すじゃないですか、帰るときに。したらあれっつって、キタイムそうだ髪長かったんだよねって言われて、意外とショートがなんか馴染んでたらしくて、はい、なのでちょっとなんかそれも嬉しかったりとか、はい、したんですけれども、はい、そんなわけで、なんでしょう、本当にああいう役柄というか、もちろん敬語であったりとかすごいしっかりしてる役は、まあ、あったはあったんですけど、なかなかこう宗介っていう、まあ、篠っていう、なんでしょう、対極な感じでこう分かりやすくずっとやっぱり一緒にいたんで、そこのなんかその差であったりとかはすごく今回一番見えたのかなと思って、で普段割とこんな感じなんで本当俺できんのかなってすごい思ってたんですけど、でも なんとか本当にもう本当篠やってたわっくんはじめ本当周りの本当みんなに支えられて本当になんとかやりきれたという感じでございます。本当にたくさんの方にね、お越しいただいて、千秋楽は本当にスタンディングオベーションもいただけて本当にありがとうございました。そんなわけでですね、フリップがありますのでね、そちらに沿って話していきたいと思います。はい、ここにねありますよ、これね、いきます。じゃあまずね、最初はですね、はい、こちらですね、まあ、書く前に一回見せますよ。はい、こんな感じ。俳優北村亮として成長したところ、はい、そんな感じです。これをね今この場で書きますから、ちょっと待ってくださいね皆さん。雨をしのぎながら、画面のみんなはどこにいるのかな、お家であったり、さっき空港で見てるよって人もいたらすげえなと思ってはい、そんなわけでね、そうだな、なんだろう、でもやっぱりそうですね、すごいペンがカスカスだ、大丈夫かよっ。さあ、このかかっているミュージックが何とも言えないですね、これは。はい、こんな感じでございます。かけました。じゃあ早速出しましょうかね。はい、いきますよ。ででん、ポン、こっち。はい、お芝居の幅ということでね、さっきもちょっと話したんですけど、本当にその宗介っていう年齢的にはやっぱり下なんですけど、すごいしっかりしている役で、篠のこうお目付け役でもあったりして、なんだろう、こう自分が割とやっぱりこう先輩であったりとかにこうなんだろう、教えてもらうことが本当に普段はやっぱり多いので、なんかそのなんだろう、こうコラコラみたいなことをやることがあまりないかったりする。本当に家では妹たちがいるんでやるんですけど、なんかその本当にあれだけしっかりしたこう敬語で大人っぽい対応っていうのがあまりやっぱり今までしてこなかったというか、あんまりなんでしょうね、まあ、ゆとりですから、なんといっても、まあそこはまあ置いといて、はい、なのでなんだろう、その宗介っていう本当に人のあまり表にはこう出さないんですけど、うちにすごい秘めているものがたくさんやっぱりあって、篠に対する感情であったりとか、その利用であったりとか、本当にいろいろこうすごいんですよ、渦巻いていたりするんですけど、やっぱり表にあまり出さずに冷静にこう対応できるっていうのは、やっぱり19歳とは考えられない本当にね、スタンスだなって本当に思ってですね、でもなんかその全く出さないのもやっぱりそれはそれで
なんだろう、分かりにくかったりもやっぱりするので、ミュージカルっていう生でこう見せていくっていうところもあったので、割とそのシーンの中で結構こう叫んだりするところとかも結構あったんですけど、なのでなんか自分の中ですごくこう奥にしまい込みながらでも解放してっていう、そのオンオフというか、その役の中っていうか、ソウスケの中でのその出す出さないであったりとかっていうところがすごく、なんだろう、ためになったというか、また一つ成長できたんじゃないかなって思います。あと歌もね、ミュージカル初めてミュージカルやらせてもらえて、歌もはいやらせてもらえて、すごく演出の浅井さんにこう特訓していただいて、はいやらせていただきたので、何でしょう、自分にとって本当に今回の発見年がすごく挑戦であったりとか、新たな一歩を踏み出すミュージカルだったので、本当にそこはやっぱりやらせてもらえてよかったなって思える部分でございます。はい、そんな感じでございます。じゃあどんどんもう次のフリップに行きますよ。はい、もう今回30分しかないんでね。はい、じゃあこちらね、はい、でーん、はい、発見年珍事件。珍事件はね、本当にたくさんあったんですけど、こうあまりね言えない事件がたくさんありまして、はい、その人のこうイメージをちょっと何て言うんでしょうね、まあ言い間違いであったりとか、まあまあそういうのがあったりしたんですけど、それはまあちょっと置いといて、これ事件ではないんですけど、何でしょうね、すごいでもいいカンパニーだなって思える一つのあれなんですけど、はい、こちらですね、でーん、はい、歌返しということでね、ですね、劇場に毎日入ると本番前にいつも舞台上でこう音響さんの音チェックとか、照明さんの照明チェックとかでこう音楽をね、今回ミュージカルだったんで歌を全部こう一からこうかけるんですね。そうするとみんなその時間大体アップしてるんで、舞台上にどんどんわらわら集まってきて、自分が出てないシーンの歌をひたすら歌うっていう謎のコーナーみたいになってて、見た方はわかるかと思うんですが、5個のすごい楽しい歌あるじゃないですか。歌をみんなやりたくて、本当に楽しい、割とこうわーって明るくなれるシーンがあまりやっぱりなかったっていうのもあって、その5個のシーンをすごくみんなやりたがってて、だから5個なのに8人とかでみんな歌ってて、全然本当にあそこのしかも動画も撮って、なんか誰かが撮ってたりしてて、それ見たんですけど、だいぶおふざけしてましたね。はい、みんなやりたがってたんですよ、本当稽古場から。すごい、だからそれをその M 返しの時にしかできないから、そこでひたすらこう発散するっていうね、ことがありました。これはまあ事件ではないんですけど、そういう素敵なカンパニーでしたよっていうエピソードですね、これは。はい、とりあえずね、フリップの方は以上でございますかね、こちらの。はい、そんなわけで発見伝は本当に楽しかったですね。初舞台以来での共演の畑だったんですけど、また2回目で、今回初舞台以来だったんですけど、やっぱ2人で話してて、なんだろう、こう分かんないですけど、お互い初舞台から全然やっぱり会えてなかったりしたので、なんかそのお互い成長したねみたいなこともなんか話しながらとかやらせていただいて、あとすごくなんだろう、座長っていうことでやらせていただいたんですけど、やっぱりすごく志野役のわっくんにすごい助けられた部分もたくさん本当にあって、中学2年生とは思えないね、素敵な本当に役者さんで、もう全然僕より長いことやってるんですけど、だから本当になんか中学2年生の可愛さもこうありつつ、でもすごいやっぱりしっかりしてるわっくんに本当支えられて、みんな他の周り本当先輩方たちにも、みかしゅんさんであったりとか、かじさんとかもうたくさんいましたけど、全員に本当支えられてやれたなって本当に思いますね。はい、本当そんな素敵なミュージカルでした。はい、 DVD がね、きっと発売されるので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。はい、そんなわけでございます。雨止んだのかな。止んだ、あ、よかった。おお、よしよしよし。じゃあ以上ね、ミュージカル発見伝東方発見異聞を語り尽くすのコーナーでした。イエーイイエーイ、拍手。はい、そう、りょうくんよりしっかりしてるよ、わっくんでしょ。そうなんだよ、俺よりしっかりしてるんだよ。そういうとこだよね、本当に。
本当ね、前 ねインターネットの精神年齢測るやつ俺やったら6歳だったんだよね。うん、じゃあ、続いてはですね、はい、こんなコーナーに。